おい、あ、なに、動画、そう、動画だよ。いや、動画かって、俺やってないよ、あんま。写真だと思ったら動画だったのやつじゃない。こっちだ。いや、マジで寒いよ。何？千葉が。千葉がじゃないだろ。今日。いや、もう俺、結構薄着だ、じゃない？本当だ。結構。スパイダーマン。あ、スパイダーマンじゃない？そう、これベノム、あ、じゃベノムじゃない。これ、カーネージのキャップ。靴もスパイダーマン。本当だ。そう。マイルスモデル。あ、ちょっと待って。俺さ、ヒロちゃんに渡そうと思ってたのあるから、ちょっとこれ持ってたんだけど。これ、どっちかあげるよ。何？おー、マジで？キーホルダーくれんの？そう、アクリルキーホルダー。どっちがいいのかな？モーテルキー、どっちがいい？あ、こっちがいいかな。こっち？いい？あ、いいよ、それ。これ何？当たったの？あの、ファンの人にいただいたんだけど。あ、いただいたんだ。そう、やっぱ2つあってもさ、鍵1つしかないからさ、あげるわ。ありがとう。いいえ。やっぱ、こういうデートはさ、贈り物が基本だからさ。怖っ。なんか、いいの？4回目。4回も見てさ。4回目です昨日も見たけど昨日も見たの、うん、もういろいろ MCU も見てきた見てきたねでも、MCU の知識なんかさ飛び飛びで見てるからあのなんていうの年数開けて見てるはいはいはいちょっと怪しい部分もあるけど、まあおそらくまあ大丈夫でしょう、って感じわざわざファーフロムホーム購入してみましたはいはいはいあ、購入して購入してた今配信してなくてそれあ、そうね、確かにいや、久しぶりだな、マジで直接会うのめっちゃ久しぶりめっちゃ久しぶりやっぱさ、ネットでのやり取りだったもんね、本当にあ、そう2020年の頭に飲みってさ、うん、そうねそれ以来あ、コロナがねしんどいからね7回はい最近 Vlog やってないもうやめるやめんの Vlog だって出かけらんないもんね出かけらんない Vlog 続けようとしたらさ、毎日パチンコしてる動画になっちゃったからさこれ上じゃないね、チケット取ってくれたんじゃないの取ったよ、もちろんくださいお金くださいいやお金くださいすごいごちそうさまです。ありがとうございます。いくらだったの？2900円。安いじゃない。最近の間稼いでるでしょ？オリンピックマネー。あんなの安い。オリンピックマネー。はい、お金をください。はい。服、めっちゃかっこいいわ。ちょっとあっち向いて。いや、かっこいいな。おしゃれだなやっぱり相変わらず俺カーネージの帽子かぶってきちゃってるからファン丸出しかわいいじゃん読んでから見るかな見てから読むかないやダメでしょし面白かったねスパイダーマンめっちゃよかっためっちゃよかったよ、ねうん、スパイダーマン最高そうなった時に、なんかその俳優が、なんか噂ね、アイアンマンをやるのが、なんだっけ、あの有名な俳優誰じゃん、あの有名な俳優じゃないのあれで、あの、超有名なさ、ミッションインポッシブルのあ、トム・クルーズトム・クルーズがやるとかねなんかないのパッと食う前も懐かしの味とかないの俺一番好きなのは、マーセーそば油そばで、カスガテカスガテ違う普通カスガ何カマそばって言うんだけど、まあうまい、めっちゃうまいあじゃあ行こうよいいよやってる多分やってるかそば何がおすすめ俺辛そばがじゃあ俺も辛そばにしようかななんかいろいろやってるじゃんねうんこう幅広くで星野源さんもさ、そういう感じだったもんねどういうことだからあ俳優やって歌手もやってそうミュージシャンやったりでなんか人
一つにしろってみんなに言われてたんだよね、うん、だけど自分のこと信じてて、うん、でも絶対にこれだって思ってたわけじゃないけどなんか自分のこと信じてやってました、うん、たまたま音楽でスパークしたからそっから俳優も仕事も回り込んできたし俳優もいろいろやってるけどさ、うん、なんかこう今闇雲に進んでるように感じるかもしれないけど、うん、きっとなんか続けてるとさ気づく瞬間がきっとあると思うから自分が、うん、あこっちだなそうね気づきたいけどねでもそれってやっぱりいろいろ経験しないしてさ自分で納得して、うんやんないとわかんないからさ、前にアードと呼ばれてる。でもやっぱその、飯を食わなきゃいけないからさ、生きていかなきゃいけないやん、ね、でそうなるとやりたいことやりたくないことを選んでられないというか、あなるほど、ね、今やってることで稼げないうちは、うん、食うためにやるべきこともあるというか、あなるほど、ね、やったらいいことがある。テレビとかでやってみたい。いや、俺はなんかもうテレビにこだわりはしないけど、まあやっぱりその応援してくれる人あってのものだと思うから、まあいろんな媒介に顔を出して、テレビでもいいし、そう YouTube でもいいから、たくさんの人にこう、まあ、SNS でいうフォロワーになってもらって、そのファンを楽しませるじゃないけど。まずはそういうのが必要かなと思うから、まあ、その母体が少ないからそれを増やさなきゃいけないって思ってその YouTube いろんなことやってみたりとかしてるけど、うまそう。肉なしですね。肉なし。肉まし。混ぜるんだ。よく混ぜた。うまい。辛いね。うん。あんまこういうのです。本当に辛いことないやん。あんまり。新鮮。でラー油ね。あれひろちゃんってさ、うん、大学ぐらいから食うようになったんだっけ。そうそうそう。食えるようになったの。そうだね。でめっちゃ10キロぐらい太って。うん。卒業して7キロぐらい痩せた。戻っちゃった。太りたいってずっと言ってたの。まだジム行ってる？行ってる、毎日、うん、でもやっぱ健康が一番だけど、健康だけ気にしててもね。そうっすね。すいません、はい、マヨネーズとおろしニンニクってもらえるんですか？ちょっとニンニク入れちゃおうか。ニンニク入れても怒られないの、独身の。ヒルちゃんいらないね。マヨネーズ入れちゃおうか。今日さ、うん、片谷さん中華人たちだけいるじゃん、うん、まだ誰も結婚してないね。畑谷、え、結婚してないの？誰もしてないで。小室が一番連絡取ってんの？いやいや、堅実ってか、まあ、小室一番堅実だよね。そうだけど、だって俺がコンビニのゴミ箱からジャンプ
見つけてさ、お、ジャンプ落ちてんじゃんっつって、あ、違うわ、道端でジャンプが落ちててあって、お、ジャンプあんじゃん、ラッキーっつって、その日のジャンプ拾って読み出したら、学校の駅に小室もぶち切れ出してさ、ダメだよ、それも拾ったらつって、おい、貸せつって、ジャンプ取り上げて、通り道のコンビニのゴミ箱にぶん投げられてさ、はぁ、あ、拾ったの読むなんてダメだよ。小室とか何してんの、マジで。東京の会社に何やる前に会った時に、うん、あったんだ、言ってよ、なんで俺言ってくんないの。じゃあライブに来てみて。ああ、うん、普通に会社にやってる。みんな大変ってことか、いや、俺が一番大変だな。え、ヒロちゃん、いや、ヒロちゃんは大変じゃないよな。いや、ヒロちゃんは大変じゃない。結構まだサバイバルですよ。多分冗談だから、ずっと勘弁してくれる。冗談だから勘弁してくれる。やっぱヒロちゃん AB 型だから。あれ、ヒロ A 型か。え、A 型だよ。俺血液型不明。うん、でも昔に比べてさ、AB 型感薄くなったよね。いや、いろいろあったからね。マジで。やっぱ、高校生の頃、まあ、中高、マジ AB 型ってこういうことかって学ばせてもらってたから。いや、多分ね、うん、外行きなアーマー。うん、装備を全部外したら、うん、今でもあいついると思うけど。ちょっとやめてよ。でもなんかこう、ね、社会に揉まれて、まあ、渡り歩く術を学んだっていう。大事。ちょっとなんか正派に寄せてってたもんね、当時の自分も。寄せてたの？どうなんだろう。でも俺の印象ね、うん、昔で言うなら、うん、林は気難しい。どこにボタンがあるか見えないっていうか。そうだよね。うん、で俺さ、まあその頃からそうだけど、今もそうだけど、まあそういうことだな。なんか俺結構さ、人の懐に入りたいわけよ。ああ、うん、どんどん、で入って爆弾を踏まないようにって思って歩いても、俺なんか右足で爆弾踏んじゃったから、次の左足では踏まないようにって思ったらまた踏んじゃうタイプなんで、もうそっからずっと爆弾の上を走ってる。そんなつもりないのよ。でよくヒロちゃんの、あ、また怒らせちゃったって思ってたわ。うん、好きなのにさ、ヒロイ悪いこと一個もなかったと思うけど、俺がさ中二病っていうか、めっちゃなんか自分の世界発揮してさ、うん、なんていうの、それが全てだと思ってたから、分かるか分かんないですよ。個性的なのがかっこいいみたいな感じで、うん、突っ走ってたけど、まあ、高校と大学でぶち折れて、それがあ、違えわ、普通が一番いいわ、うん、まあ、普通やってると自分の個性が出てくるんだけど、うん、すいません、いや全然全然、いや俺は好きだからさ。普通にさ、うん、面白いもんね。どうか面白かったの、もう売れてるの。いや、まあ、普通に面白いけどね、うん、話聞いて。これもう本当にじゃあ相談するけど、俺マジで今もう全ての自信を失ってるの、うん、なんか仕事もそうだし、プライベートもそうだしさ、健康も。健康どうかやってる。いや、まあ、この前盲腸っぽくなってさ、あ、うん、まあ、別に大丈夫だったよ。胃腸炎になってるの、結局はストレス性胃腸炎になっちゃって、まあ、過敏になってんだよね、胃袋とかが結構、ね、うん、で、なんかメンタルに結構圧迫されると、うん、痛くなっちゃうの、最近お腹が。あ、でも仕事のこと考えるとやっぱりネガティブだよね、マジで。
ネガティブな時期あった？あるよ、もちろん。昔そんな感じだったもんね。そう、いや俺なんてとかって言ってたけど、うん、でその度にいや俺なんてって言うなよって頑張るって決めたんだろう、頑張れよとかって思ってたけど、当時は今ちょっとその気持ち分かる俺なんてって思うもんね。根拠のない自信が根底にあるんだよね、ひろちゃん。いや俺も根拠のない自信、むしろ根拠があって自信持ってたつもりだけど、それが失われたな今。でもまあ、 常人にはできないことやってるけど、普通毎日配信2年近くでもできないから、普通の人それってまず一つ自信持っていいんだけど、なんかお笑いの結果とかさ、数字とか出てないと思うのかもしれないけど、うん、着実に積み重なってるのになる。まあ、わかる。ワンコそば、え、ワンコそば状態、皿がつながってってる状態、いつ終わる思うよね、わかる、うん、だけど決めちゃえばいいんだよ、こうなるっていう、こうなりたいじゃん、うん、もう1年後、半年後にこうなってるから、うん、やっぱりしちゃったり。でそれを決めてさ、うん、まあまあでもそこもっと明確に決めたらってことだと思うけど、うん、なんかそれ決めてやってみて、うん、そういうのってさ、こうなるって決めたら、うん、そこに行くまでに要は現在地を確認する瞬間って絶対来ると思う。あ、もちろん。でそのためにさ、現在地見て、え、ちょっと待って、まだこんな遠いって思ってさ、で次に確認した時、え、まだ遠い、え、ちょっと待って、前回よりむしろ後ろ、いや、ちょっと待ってとかさ、こういうのあるよね。あるよね。その度に修正して、やってる。やってるってか、もう決めたから、うん、いや、さ、へこむけど、その時。でも、まあ、でもストイックに向き合うしかないよね、そういう時。だけど、決めたからそうなる。なんか知らんけど。っていうことにしてんだよね。で、悔しい思いを俺一人してる自信があるの、うん、そうだろうね。そう、なんか同期とかに、まあ、負け続けてきた学生じゃん、うん、だけどなんかこう貧弱そうに見えるじゃんね俺。今はそんなことないけど、昔は見えてた。昔は貧弱だったの見えてたじゃなくて、うんうん、そう。で、こんな卑怯な自分って思ってたし、いいとこないって思ってた時期もめっちゃあって、すげえ暗い期間があったけど、人より悔しい思いした分、溜まってんなっていう、うん、根底になんかそういうポジティブさがあったんだ。で、今俺が同期で、グループで知り合いさんっていないし、なんか才能がないことが才能だったんですよ、だからいろいろ頭使って、こうしようこうしようこうしようチャレンジして失敗もするけど、次に行くっていう、なんかやめるってことを考えずやってて、でとにかく決めたからそこに向かってるだけで、まだ途中なんだけど、かっこいいよ、本当にかっこいいと思う。ため息つかないよ。ため息もつくよ。まあ、わかるわかる、気持ちめっちゃわかるけど、でもきっといろいろ見えてくるんだろうか。でも、そうですけど、で気づけば30、うん、もうね、うん、すごいよね、理想中だけど。だって、俺ひろちゃんと知り合ってからの人生の方が長いわけ。そうじゃん、だって知り合うまで12歳の知り合った。あ、そういうことか。あ、もう知り合ってからの方が長いね。そうだよ、すごいことよ、それってね。まあ、なんか身近に職業違うけど、似てるっちゃう、うん、行く？行こうか。ごちそうさまでした。 OK、 じゃあひろちゃんまたね。喋らない、もう喋らない。あ、出した。Thank you.